規模を誇る渓谷グランドキャニオン。ここにツアーガイドとして奮闘する日本人がいます。今本当にベストに入ります。自分の戻ってくるべきところなんだなってもうその時思いました。ここだ、俺の場所はここだと。はい。実は彼、日本で就職したものの会社員生活に馴染めず体を壊して入院。10代の頃虜になったグランドキャニオンが忘れられずアメリカへ移住したのです。自分らしくいられる場所を見つけた一人息子に日本の父は、できれば日本にいて日本で働いてほしいと思うけども、本人がやっぱり納得というか今のところが一番合ってるみたいなんで、未だ情熱冷めやらず新たなツアー開拓に挑む息子へ父が届ける思いとは。この番組はパワーウィズハート、関西電力の提供でお送りします。これ行かれたのはどれぐらいなんですか？もう8年ぐらい前ですね。8年ぐらい前ですか、はい。私自身はまあ一人息子なんで、まだ、ですが、はいはい、本心は行ってほしくはなかったんです。アメリカで生活という生活するというのは、それもお気持ちは伝えました？いえ、それはもう本人決めてきたことやし、はい、反対してもあれやから、はい、それは言ってないですね本人には。あ、ほんならもうそのまま受け入れて、はい、そうです、はい。お父さんお母さん行かれたんですか？いえ、私二人とも行ってない。行ってないですか、うん。どっかあの家とか買って行ってるけども、うん、はい、まだ見たことないから、はい、見たいっていうか安心したいなと思いまして映像見てね、はい、あ、実際やってるところね、仕事とね、はい、どういうふうに仕事してるか、わかりました。見てみましょうかね。はい、ね、はい、すみません、行きましょう。マサミツさん、アメリカです。とアメリカでツアーガイドとして奮闘するマサミツさんへお父さんの思いを届ける旅は、距離にしておよそ9300キロ、11時間。世界中から観光客が訪れる街、アメリカ・ラスベガス。コロナ禍の影響で観光客が激減したものの、再び活気が戻ってきました。わあ、よかった。この街を拠点にしてツアーガイドとして働く正光さんを訪ねます。あれですね。あ、こんにちは。すいません、グッド地球便ですけども。あ、正光さんです。そうです、どうぞ、はい、よろしくお願いいたします。はい、ご両親に頼まれて、はい、やってきました。はい、正光さんが勤める JAVA は日本語でガイドをするのが売りのツアー会社。ここで8年前からツアーガイドをしています。夜も明けきらぬ午前5時、この日から1泊2日、全行程1200キロのツアーに出発。グランドキャニオンをメインにパワースポットとして人気のセドナなどを巡る人気のツアーです。ドライバーも兼ねている正光さん、まずはホテルへお客さんを迎えに行きます。あ、おはようございます。はい、じゃあガイドの正です、よろしくお願いします。はい、で今回は、まあ、セドナをざっくりとこう見てもらうような感じなのでぐるっとも回るんですが、パワースポットと呼ばれる、まあ、岩ですね、まあ、そういったところをこう巡りつつ、そしてあの夕日の時間帯の前にですね、合わせてそのままグランドキャニオンに行って、グランドキャニオンまず見てもらって、そういう工程になってます。ツアーのコースも何回行かれてるんですか？数えたことないですけど、あれじゃないですかね、もう1000回近いんじゃないですかね。はい。グランドキャニオンとか？グランドキャニオンだと大体約2000回ぐらい行ってます。2000回？はい。飽きないですかね？いや、全然飽きないですよ。
いや全然飽きないですよ。今日もどんな感じなんだろうみたいな感じで、基本毎回同じ感じの話を説明しないといけないわけじゃないですか。はい、僕はお客さんに説明するのが好きなんですよ。なんで好きなんですか。なんか聞かせたがりというか、説明したがりというか、自分が感動したやつを分かってほしいみたいな、これ分かるでしょみたいな言いたくなるんですよね。じゃあどんなリアクションだったら満足いやだからもう、うおーとか、あーそれは知らなかったって言ってくれたら、もうよっしゃーっていう感じですよね。ラスベガスから車で移動することおよそ500キロ。わー、だん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 赤茶色の岩がポツポツ見え始めてきてますんで、まあ、いよいよセドナのエリアに入ってきたかなっていう、パワースポットと呼ばれているボルテックスですね。はい、この辺りではボルテックスと、呼ばれている、ちょびっと三角形になったあの岩見えますかね、あれがベルロック。ベルロック、ベルロックっていうのはホテルのベルデスクのベルの形に見えることからベルロックっていう名前が付けられております。あれが一つ目のボルテックスになります。パワースポットとして近年日本人にも人気のセドナに到着。あのお二人ね、せっかくここに来たんだから棒立ちポーズとか面白くないんで、なんかこうパワーを感じてるようなポーズを考えてこう撮りましょう。はい、じゃあここが僕がいつも撮ってるスポットです。セドナには地球のパワーの出入り口とされるボルテックスという赤い岩山が点在。世界中から多くの人が癒しを求めてやってきます。それいいね、はい、チーズ。こうセドナってこう磁場がねこう出るんですよ、岩の性質上。雨雲を呼んで雷雲をこう呼び寄せて、しょっちゅう雷が落ちて、それを昔の人々があの山によく雷が落ちるなっていうことでサンダーマウンテンって呼んだのが始まりなんですよ。そういう知識はどこで得られるんですか。自分でまあ勉強したっていうのもあるんですけど、現地の人に聞くんですよ、うん、だやっぱり日本人ガイドが知らない情報も現地の英語ガイドだったら知ってたりするんで、それを勉強するんですよ。そんなガイドの仕事もコロナで一変、観光客が激減し、ツアーも少人数になったため、ドライバーも兼ねるように、うん、お客さんが安心してずっと乗ってられるようにっていうことで、まあ、運転はしてるので、うちの親父が昔あのナマコンのトラックを運転している仕事をしてた時が、僕がちっちゃい頃なんですけどあって、ツアーの車を運転してるよって言った時に、まあ、彼がかけた言葉っていうのが、いや本当にあの運転してると何が起こるかわからないから、本当に運転だけは気をつけろよっていう言葉がずっしりきた言葉でしたね。実際に自分がお客さんを乗せてね、長距離をずっと、まあ、運転する上では。ラスベガスからおよそ700キロ、いよいよ正光さんが一番思い入れがあるというツアーの目玉、グランドキャニオンへ。わあの到着の本当に2分ぐらい前に頭だけ出てきます。初めて見るときにわーってやっぱ思いたいと思うんですね、お二人。その場合はもう先に言っちゃってもいいですね。もう下向いておいてください。もう目つぶっておいてください。はい、じゃあここから目をつぶりましょう。あの僕の目から見てもうグランドキャニオン見え始めました。でも見ちゃダメですよ。うわーめちゃくちゃ綺麗、光当たってめっちゃ綺麗ですこれ、はい、今一番見たいんじゃん。これがいつもドキドキするよね。今日はどんな感じの姿を見せてくれるのか。毎日違います。あ、いいないいな、はい。じゃあね、ちょっとまずこちら。やばい。パワービズハート。あ、いいないいな、はい。やばい。どうですか、グランドキャニオン初めて。感動。思ってたのよりも大きい感じ。壮大。世界最大規模の渓谷、グランドキャニオン。全長およそ450キロ、深さ 1.6 キロ。今から7000万年前にプレートがぶつかり合って隆起し、さらに浸食されて今の形に。一番底に見える地層はなんと18億年前のもの。地球の歴史を感じることができる場所です。谷底に降りる道があるね。あの自分たちが降りていった時にどのぐらいの間隔で、
タイムスリップしていくのかっていうのを考えてほしいんですよ。一歩を、はい、一歩がだいたい約平均70センチなのね。この70センチをこの下に降りていくって考えたら、この一歩はですね14万年前、一歩踏むごとに14万年前に地層がどんどん遡っていくっていう感じで考えたら、どれほど規模が大きいのかっていうのは分かるよね。地球の歴史がだいたい46億年って言われてるんだけど、それの18億4000万年前分までが見れるっていうのがここなの。初めて見てどうでした？感動です。歴史を聞いてから見るのとは全然違うなと思いました。めっちゃ分かりやすくて、頭悪くても全然分かるぐらい。この日はグランドキャニオンのホテルに宿泊、車の点検をして明日に備えます。翌朝、朝日に照らされ刻々と表情を変えるグランドキャニオン、夕日と朝日の両方が堪能できるのもこのツアーが人気の秘密。ということで、怖いかもしれないけど2人ちょっとここに座って。正光さんがグランドキャニオンに魅せられたのは大学時代、自分の将来に思い悩んでいた時に目にした1枚のパンフレットがきっかけでした。なんか今までない衝撃がこうビビビビッと走ったんですよね。パワービズハート。正光さんがグランドキャニオンに魅せられたのは大学時代、自分の将来に思い悩んでいた時に目にした1枚のパンフレットがきっかけでした。とあるまあ英会話の前にパンフレットが貼ってあって、ふとある写真が目に入ったんですよ、うん、それがこのグランドキャニオンだったんですよね、はあ、そのグランドキャニオンの景色見た瞬間になんか今までない衝撃がこうビビビビッと走ったんですよね。もうこれだって思って、もうこれだって思って、どうしても実際に見てみたいと18歳でアメリカへ留学、念願のグランドキャニオンを訪れたのです。実際に来てみたらもうぶっ飛んだんですよ。なんじゃここはって思って、今まで日本からほとんど出てなかったので自分の世界が本当に狭かったんだなって思ったんですよ。その時に世界観が広くなったっていうんですか、もう全てがでかいなと、こんな規模な世界があるのかと。そんな熱い思いを胸に秘めつつ大学を卒業し日本で就職したものの、会社員生活には馴染めませんでした。人間関係がその時初めて人生でうまくいかなかった時なんですけど、まあ、そのせいもあってですね、実は胃潰瘍というか十二指腸潰瘍になってしまいまして、その十二指腸に穴が開いたんですよ、はい、よっぽどですよね。はい、そうなんですよ。よっぽど嫌だったんだなと思って、その時にやっぱり自分はアメリカに行きたいなというふうにやっぱ思ったんですね。やりたいことはやりたいと。そして毎日のようにグランドキャニオンを感じられる仕事、ツアーガイドになったのです。一泊二日、1200キロのツアーを終え、ラスベガスへ。はい、お疲れ様でした。じゃあまたお会いできることを願ってます。はい、寂しいです。はい、じゃあまた。はい、お疲れ様です。ありがとう。ラスベガスの郊外に立つこちらが正光さんの自宅です。こんにちは。めっちゃいい家じゃん。はい、こんにちは。はじめまして。はじめまして。お願いします。よろしくお願いします。すごい可愛いお宅。いや、ちょっと奥さんチョイスです。はい。留学時代の同級生だったアメリカ人の奥さんと子供2人の4人暮らし。泊まりのツアーも多く留守がちな正光さん、たまの休日は子供たちに日本食を振る舞うのが家族との大切な時間になっているといいます。親子丼を作ろうと思ってまして、小さい頃から親子丼を作ってってよく言ってたんですよ。お母さんの料理美味しかったですか？いや、美味しいですね。
やっぱ一人暮らししてから母親のありがたみみたいなのが分かりましたよね。ご両親は反対もなかったんですか、アメリカ来るとか。ね、あんまりね、嬉しそうな顔はされなかったですよね。その反対みたいなのはなかったんですけど、正直もう応援してるから頑張れ行ってこいみたいな感じではなくて、あやっぱ行くのかみたいな感じで、なんとなく僕がその海外好きっていうのはもう知ってたんで、ね、しかも一人息子さんですもんね。そうなんですよ。そこがねやっぱりちょっと親不孝なところもあるなって自分では思ってるんですけど、結局両親の本音は今も聞けないままです。うちの母親がいつも作ってた超つゆだこ親子丼なんですよ。おいしい、おいしい、正光さんが日本の社会に馴染めず辛かった時も、一番近くで支えてくれた妻ケイトさん。今の仕事はね、たまに私に不便なとこ時もある。例えばずっと5日間とかいないとかあるけど、うん、なんていうのかな、まあ病気になるよりマシ、今の方が全然、そう元気だし、うん、ハッピー、そうそうそう。はあ、まあ実際にお仕事されてるとこ、見ていただきましたけども、はい、腸に穴開くぐらい、はい、まあいろいろ悩んでたやなと、はい、そう思ったらね、アメリカ行って。はい、自分の好きなその観光ガイドの仕事をするのが、はい、やっぱり結果的には良かったかなとは思いますけどもね。日本にいた時の正光さんと今の正光さんとこう比べたらお父さんやっぱ全然違います。やっぱり元気そうにそがそがしいやってますね。ああだから今もう帰ってきてくれては言えない、今楽しみに楽しい仕事をしてるから。でもきっかけがあのパンフレットの絵だったんですね。それがきっかけ言ってましたね。それ見てうわここいいなと思ったんですね。らしいね。はあ、だから何がきっかけかわからない。でも本当に僕ももう今日初めて見ましたけども、すごい楽しそうな。もう喋ったら止まらない。あれもう昔からですか、おしゃべりなんですか。学校の時からもう学校でやったことを全部、はい。もう一ずっと言ってくれて説明したガリーなんですね。そうですわ、ね、うん、発表会で言うともう一番先に手挙げてたみたいです、学校小学校でも何でも中学校でももう分かってても分からんでも、はいはい。休日のこの日、正光さんは再びパワースポットのセドナへ。実は正光さん、他のガイドがやっていない新しいツアーを計画しており、その下見にやってきたのです。案内してくれるのはネイティブアメリカンのユクアラさん。うわすごいな、この方。 But Sedona is a very powerful spiritual cultural destination. Let us have an experience with authentic culture and tradition.ネイティブアメリカンに伝わる清めの儀式を体験するため、現地の人だからこそ知るパワースポットへ案内してもらいます。なんだこれ、Beautiful. すごい、なんか、いやまた違った感じでこう見渡せるじゃないですか、これ全部。うわすごいな、セドナのところも奥見えるじゃないですかね、ずーっとすごいな、こんなとこあったんだ、知らんかった、全然知らんかった、俺セドナいっぱい来てるけど。へえ。The strength of compassion, of love. 普通だったら写真撮って、はい次行きましょうだけなんだけど、ね、実際のネイティブの人と触れ合って何かアクティビティを一緒にできるっていうのはね、素晴らしいことだと思ってるので、ぜひ今回それを取り入れたいなと思ってます。僕いろんなツアーこう見ててもここでこういうことをするツアーなんて見たことないですもん。普通じゃなかなか自分では来れないんでね、はい、それを来れるように実現できるっていうのも、まあ、僕の仕事の一つだと思ってますんで、うん、
10代でグランドキャニオンに心を奪われ、今も変わらず魅了され続けている正光さんへ、日本のお父さんから届け物です。これです、あげてください。 ありがとうございます、はい、あげていいんですか。もちろんです、はい、これです、あげてください。 ありがとうございます、はい、あげていいんですか。もちろんです、はい、お、なんか見覚えあります、これまさか。これは僕が初めて、うん、はい、アメリカに来た時の感想というか日記ですね。日記、はい。届け物は18歳で初めてグランドキャニオンを訪れた時の日記。当時の感動がびっしりと書き込まれています。子供の頃からこの日が来ることをどんなに夢見たことだろうか、今日はあのグランドキャニオン行くのだワクワクするって書いてますね、当時の僕今でもワクワクしてるけど、いやでも僕がもう18歳の頃の気持ちと同じ気持ちを今でも持ってやってるんだなって、これ見て改めて実感しましたね。添えられた父の手紙には、お前が日本で働いていた時に病院の先生から腸に穴が開くくらいやから相当嫌なことを我慢しておられたと思うって聞かされた時は、お父さんは何も知らんかったけどほんまにしんどかったんやなって思った。正光が書いた日記を読んだら、ほんまにグランドキャニオンが好きで憧れていたんやな、この仕事がほんまに好きで合ってるんやなと嬉しく思います。いやもうこんなこと思ってたんですね。アメリカでお客さんを乗せて長時間運転するんやから、事故には十分気をつけて頑張れ。孫のことはテレビ電話で見てるから辛抱しとくわ。いや、こんなこと絶対言わへんかったですからね。ね、まあ頑張れっていうのもあんまり言われたことなかったんで、テレビ電話があるからとかね、我慢するわみたいな感じで、それでもまだ僕のやりたいことをね優先しようとしてくれてるこのね思いやりの気持ちはすごいやっぱ伝わりますよね。はい、いやもう本当感謝ですね。感謝ですし、やっぱり自分のやってきたことをちゃんと見てくれてるんだなっていうのは思ったんで、まあ、これからももちろんね、今やってることに情熱を持ってやり続けていきたいっていうのは思います。うん、なかなか手紙とかってお父さん書いたことっていうのは今までまずなかったですね。ねえ、はい、だからそういうの、はい、しゃべらへんね、学べたとな。そうか、止まらないですね、やりたいことと夢は ね、 そうだね、帰ってこないですねめっちゃやることあるからねえ。次回の地球便はフィレンツェ。